どうも、大学です。というわけで今回は絶対に結婚してはいけない人の特徴についてご紹介したいと思います。これはどちらかというと結婚相手じゃなくて皆さん自身が、まあ、結婚相手にも使えるんですけど、皆さん自身がたった一つの特徴を持っている場合に関しては結婚するとかえって不幸になっちゃうので、絶対結婚しない方がいいよっていう、そういう、特徴でございます。はい。で、もっと言うと、もし皆さんがその特徴がなくても、皆さんが結婚したいと思う人、結婚予定している人、パートナー、こういう人が、今日ご紹介する特徴を持っている場合は、やめておいた方がいいです。はい、幸福度がですね、めちゃくちゃ下がります。結婚するとめちゃくちゃ不幸になっちゃうんですね。はい、こんな特徴があって、その特徴がですね、何なのかということをですね、今日はご紹介したいと思います。やっぱりね、結婚して幸せになりたい、幸せになれますって言ってる人いますけど、やっぱりほらね、昨今やっぱり結婚することによって幸福度が下がっちゃったりだとか、なんか最近もありましたもんね。有名な YouTuber の人が誰かとね、結婚するみたいな話が出てから、なんかね、スキャンダルが出ちゃって、で、なんか捕まりましたみたいな話とか、なんかそういうね、結婚するはずだったのにみたいな、そうですね、もういわゆるこう結婚する前から、なんかもう、そういうね、やばい相手を見抜けたらいいなというふうに思うじゃないですか。あるいは、皆さんがおそらく多くの人が迷ってるのは、なんか周りも結婚し始めたし、私そろそろ結婚しないといけないかな、でも結婚とかめんどくさいし、って要するに結婚したいわけじゃないんだけど、なんかみんなをしてるからしないとまずいかなみたいな、でそのノリで結婚しちゃう人っていると思うんですが、これってどうなのっていうことをですね、教えてくれるのがオークランド大学の研究です。実はですね、結婚にはね、向いてる人と向いてない人がいるんですよ。で、結婚したからといって必ずしも幸せになるわけじゃないんですが、向いていない人が結婚すると間違いなく不幸になります。なので、皆さん自身、あるいは皆さんが結婚しようと思ってるパートナーが今日ご紹介する特徴に当てはまってないかどうかをチェックする必要があるわけですね。でもめちゃくちゃ簡単です。友達にね、実はね、ある話を聞くだけで、その人と結婚するですね、のがですね、正しいかどうかってことがわかります。具体的にどんな質問すればいいかっていうと、この質問です。人と揉めることってよくありますか？っていう質問ですね。はい。例えば皆さんがじゃあ、彼氏、あるいは彼女がいたとして、自分のパートナーの友達に聞くわけですよ。いやー、なんかさ、あの子ってさ、いやー、あの人って、なんか、周りの人と揉めたりすることってよくあるの？みたいな風に聞くわけですね。で、これで、まあ、あいつは悪いやつないんだけど、ちょっと喧嘩っぱいところあるよね、とか、いや、あの子はね、まあ、普通に私たちは仲いいんだけど、なんかよく喧嘩とかはしてたね、昔、みたいな、そういう、垂れ込みじゃないけど話って出ますよね。で、この話が出たら、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。なぜかっていうと、オークランド大学の研究によると、対人トラブルの解決、および対人トラブル自体が苦手な人は、結婚しない方がいいよ。なぜかっていうと、幸福度がめっちゃ下がっちゃうからだよっていう、そういったですね、研究が出ているわけなんですね。具体的にどんな研究か説明していきたいと思います。はい。研究者はですね、4024人の男女を集めまして、全員にですね、質問を、しました。2つ質問をしました。1つ目の質問が、今のパートナー、まあ、いわゆるこう結婚相手とかパートナーシップ、あるいは恋人ですね。今のパートナーとの、関係性はどうですか？いいですか？悪いですか？普通ぐらいですか？みたいな、どんな関係ですか？二人の仲はどうですか？ってことを調べたというのが1個目の質問。で、2つ目の質問が、人間関係、要するにそのパートナーとの衝突とかではなくて、一般的に友達や仕事とかそういった人間関係で衝突が起きた場合、どう感じますか？解決でしやすいタイプですか？それとも引きずっちゃうタイプですか？人間同士の衝突がすごく嫌なタイプですか、みたいなのに、人間関係の衝突ですね、はい、トラブルですね、これに対してどういう風な考えを持ってるかってことを調べるという、この2つのですね、質問を行いました。要するにパートナーとの関係がいいか悪いかと同時に、人間関係の衝突に対してどういう対応するかってことを調べたわけですね。で、これらのデータをですね、まとめて分析したら面白いですね、ことが分かりました。まずは1つ目のポイント、対人トラブル、人と人との衝突ですね。この対人トラブルが苦手、めちゃくちゃ嫌いという風に答えた人は、結婚すると幸福度がダダ下がりになります。つまり対人トラブルが苦手な人は、結婚すると、どんな相手と結婚しても幸福度が下がっちゃうわけです。要するに対人トラブルが苦手ってことは、相手と都合の悪い状態とか、衝突してる時に相手と向き合うのが嫌なんでしょうね。でも結婚ってやっぱりそういったものを向き合っていく、都合の悪いこととか、そういうものをですね、乗り越えていかなくちゃいけないんですが、特に結婚に関するですね、先行研究とか見てみると、喧嘩するのは別に悪くないんですよ。ぶつかっちゃっても、それでちゃんと向き合って解決していけばいいんですが、よく男性がやりやすいなんですけど、無視しちゃうやつ、はい、デマンドビズドローとか言いますけど、その、要するに時間が解決してくるだろうと思って、
って、気まずいことがあったらちょっと無視したりとか放置するみたいな、うん、あの会話をねしないとか、あのはぐらかしたりとかしますけど、あれやばいんですよ。ああいうのってちょっとあのよく対人トラブルが苦手な人の特徴だったりするんですけど、なかったことにしたりとか、あとはなーなーにするみたいなことをすると、どんどん二人の仲が悪くなってくるんですが、そういったことが多分起きるんでしょうね、対人トラブルが苦手な人は。だから対人トラブルが苦手な人は結婚するとそういったものは乗り越えられなくて、どんどん幸福度が下がっちゃって、悪い結婚あるいは不幸な結婚になってしまいがちになるんですね。で、一方で二つ目の、ですねポイントは、逆に対人トラブルの処理が得意な人、まあ対人トラブルが好きな人っていうのはちょっとまた問題だと思うんですけど、好きじゃなくてあんま対人トラブルにこだわらないと、まあ別に人間同士だから揉めることもあるだろうけど、まあ揉めたら揉めたでそれでいいんじゃない、ちゃんと話せばわかるだろうし、話してわからなかったら別に付き合わなきゃいいわけだしっていう風に、あんまり対人トラブルに引きずられない、振り回されない、こだわらないっていう人は結婚すると幸福度が上がりまくるんですねっていう傾向が実は明確に出ているんです。要するに対人トラブルに対してどういう印象を持ってるのか、ね、対人トラブルにこだわらない人は結婚するとわーって幸せになるけど、対人トラブルは苦手、引きずりやすい人ってのは結婚すると幸福度がストーンって下がっちゃうわけなんですね。だから結婚するかどうかっていうのはご自身が対人トラブルにどういう感情を抱いているかってことをですね、考えると、あるいはパートナーが対人トラブルに対してどういうですね感情を抱きやすいかってことを調べてあげると、結婚のですね幸福度ってのは、結構予想できるんじゃないのと、左右されてるんじゃないのってことが分かったっていう面白い研究なんですね。参考になりますよね。研究者はこのようにコメントしています。一般的に私たちは結婚した方が幸福だというふうにですね考えてるし、世間的にも結婚してる人の方が幸福だというふうに考えがちだが、これはもはや万人に当てはまるわけではないと、現在では独身の人でも十分に満足した人生を送ることができる。まあ、だから、結婚に向いていない、まあ、今回の研究の場合は対人トラブルがね苦手な人は無理に結婚する必要はないんじゃないのかというふうにですね研究者も言ってるわけですね。まあ、実際にねニューヨーク州立大学とかの研究とかでも、結婚してね幸せになれるかどうかってのはもはや分かりませんよねと、現在30代前半とかの人たちなんかは結婚したところで幸せになるかどうかっていうのは分からないから、昔はね結婚する意味あったんですよ。結婚してないといけない場所あったし、結婚してないとやっぱり会社とかがさ定年とかになっちゃったりとするとコミュニティに所属できないから人間関係がなくなっちゃって、人間関係がなくなるのってタバコ1日2箱する体に悪いんですよ。だからそういう意味ではメリットがあったんだけど、今は Facebook とかまあいわゆるこうねまあ SNS とかを使って昔の友達と簡単にですねくっつくことができるんで、だからお年寄りとかある程度年を重ねた人が Facebook とか SNS 始めるのってめちゃくちゃいいんですよ。昔の友達と会えるからコミュニティが生まれるんでっていう風に、結婚してない人でも実は十分にですねこう満足した人生を送れる基盤ってのがこのネット社会 SNS がですね、できたことによってもう完備されちゃってるんで、対人トラブルが苦手な人はわざわざ結婚しなくてもいいんじゃないの、むしろ結婚すると不幸になるぜってことをですね、教えてくれたのが今回の研究でした。ぜひ参考にしてみてください。とはいえもうすでに結婚しちゃってるんですとか、あとは、対人トラブルは苦手なんだけど、改善したいと思ってると。どうすれば人とぶつからないで、コミュニケーションが取れますかと。まあね、対人トラブルって別にね、対人トラブルが、ね、苦手だから結婚しないのは別に構わないと思うんですけど、対人トラブルは苦手なのに仕事をしようと思うと、まあよほどね、まあなんかこう個人で、まあ僕みたいにもほぼ一人でできるような仕事とか、あとは株やるとかね、投資家になるとか、そういうことじゃない限りは、やっぱりどうしても人との衝突というか、対人トラブルって避けられないわけですよ。で、こんな対人トラブルを、処理する、ためにですね、おすすめの、テクニックをですね、紹介した動画が、今日の番組の概要欄とコメントの方に入ってます。今日のおすすめの D ラボ動画は、無駄な衝突とトラブルを避ける話し方 NVC、 ノンバイオレントコミュニケーションって言うんですけど、この NVC っていうテクニックを、解説する動画が概要欄の方に入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。この NVC ができるとね、本当に無駄な衝突ってエネルギー使うわけですよ。だし自分の時間も無駄になっちゃうし、さっき言ったみたいに、自分の幸せも逃しちゃうし、できたらぶつからない方がいいわけです。もう本当にぶつかるる時っていうのは、まあ、相手を滅ぼす時ですよね。相手を滅ぼして二度とその苦しみを味わわないようにするという時だったらいいかもしれませんが、でもなかなか相手を滅ぼす機会ってないと思いますんで、それこそ週刊誌のね、芸能版系のね、記者とか、そういう人ね、相手だったらまだいいかもしれない。まあ、滅ぼしたところで別に何も書いてないんでね、誰も困んないでいいんですけど、そうじゃない場合ってのはやっぱり相手にもね、まあ、家族がいたりとかね、やっぱ人権はありますから、僕は週刊誌の記者に、芸能記者に人権ないと思ってるんで、まあ、それはいいんですけれども、はい。そうじゃない場合っていうのは基本的には、やっぱりお互いに仲良くしてた方がいいわけですよ。で、こんな、
無駄な衝突とかトラブルを避けるための、特有の話し方、そのコミュニケーション法をですね、トレーニングで手に入れることができまして、それが NVC って方法で、これ番組の概要欄とコメント欄の方に入ってます。ぜひ、Dラボ動画チェックしてみてください。今なら20日間無料で見れますので、ちょっと夫婦喧嘩とかね、親子の衝突だったりだとか、そういったこうあらゆるですね、人間同士の衝突に使えるコミュニケーションテクニックですので、まあね、奥さんと喧嘩するのも体力いるじゃないですか、旦那さんと喧嘩するのも体力いるじゃないですか。それをね、ちょっとなんとかしたいと思う方はぜひですね、 NVC を、動画の概要欄とコメント欄の方からチェックしてみてください。さらに今日のおすすめの本なんですが、今日のおすすめの本は、自分がやっぱり思ってることを相手に伝えたいと、でもうまく伝わらなくてイライラしちゃったりとか、伝えたんだけど誤解されて喧嘩になっちゃう場合ってよくあると思うんですが、こういったお互いの誤解を、なくすための話し方のですねテクニックとして、 NVC 以外にもアサーションっていうテクニックがあります。で、このアサーションテクニックを解説してくれる、特に夫婦向けカップル向けの本がありまして、これを今日のおすすめの本としてご紹介しておきます。夫婦カップルのためのアサーション、自分もパートナーも大切にする自己表現という本になりますね。要するに自分の言いたいことをちゃんと言うんだけども、相手に拒絶されたりとか相手を怒らせたりとかしないで、言いたいことを伝えるにはどういう風なことに気をつければいいのってことを教えてくれる、そんな本です。ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。さらにですね、僕は実は最近新刊を出しまして、悩む力って本ですね。はい、やっぱね、悩んでうんうん言ってもしょうがなくて、やっぱり悩むからには新しい答えとか他人と違うですね視点を持ってた方が、やっぱり悩み事ってのはですね、むしろチャンスに繋がったわけですよ。で、そんな正しく悩むための方法として、クリティカルシンキングというテクニックを、解説した本になっております。ぜひですね、こちらの本も新刊です。最新刊です。概要欄の方からチェックしてみてください。さらに概要欄の方では、僕のですね、オーディオブックが一人一冊無料で聞けるキャンペーンやっておりまして、究極のマインドフルネスとか超効率勉強法とか超集中力とか、結構僕が出したいろんな本が今一人一冊、無料で聞けるキャンペーンをやってます。ぜひ概要欄の方から、無料のオーディオブックのリンクもチェックしてみてください。というわけで、今日もありがとうございました。ぜひ、今日の続きの動画の Dラボ動画、無駄な衝突とトラブルを避ける話し方、NVC は概要欄およびコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。